早く数えるんだよ。6。もう数えたの？早い、はい、あの人に6あるんだって。じゃあ数えてみようか。3、はい、1、2、3、4、5、6。早い。皆さんも早く数えてくださいよ。すぐ見せるから。1、2のこれいくつ？もう数えた。じゃあ数えてみよう。数えてないな。うん、数えてない。数えてない？私も数えてない。本当？でも僕は数えるもん。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。素晴らしい。もうね、見ただけでパッと分かるんだって。じゃあこれは8。もう数えたの？うん。あら、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8。早いね。じゃあ先生と競争するか。うん、いいな。1、2の9、何？9。ほんと？うん。じゃあ数えて。ちょっと待って、早すぎるよ。1、2の9。まだ数えてないでしょ、先生が。じゃあいくか。3、はい、9。まあ早すぎるって。いいな。3、はい、9。おお、やめた。お前早すぎる。1はこうか。1はこうだね。で、こうするとこれ6、こうすると9だな、うん、こうすると9ですね。じゃあこうすると、これなんだ、これは音符みたい。音符、音符みたいか。おでんみたいだな。音記号。これこうすると何、何ができる？7でした。こうするとこれは何かな、何かな。 4ができましたね。じゃあみんなやめるね。じゃあこれ出してよ。23。おい、声悪いぞ。23。23。23。45。45。でも船とね、こう自転車なんですよ。45。45。68。68。もうちょっとやった。71。71。これバッグ。なんで1が傘なの？傘だね。傘になっちゃったんだな、これな。じゃあ、青と赤どっちが多いですか？赤。赤の多いね。こういう時ね。ピンク。違いはいくつって言いますけどね、これが違いなのね。違いは1。違いはいくつでしょう？ 1。 これが違いだね。違いは1。こうするとちょっと分かりにくいんだね。ピンクと青とどっちが多いですか？赤。赤の多い。赤の方が1つ多いな、うん、3と4だもんな。よし、違いは1。じゃあピンクと青どっちが多いですか？青。青の多い、うん、パッと見て分かる。じゃあ青から数えてみましょう。1、2って言ってくださいよ。3、はい、1、2、3、4、5。おお、だいたい6言ってくれた人は。おお、こうなる、分かった。じゃあいくよ。3、はい、1、2、3、4、5。誰だ、6言った人は。6もないだろう。3、はい、1、2、3、4、5。だいたい6だよ。ママのおっぱい飲んでたら6って言っていいぞ。3、はい、1、2、3、4、5。ほら、もうお母さんのおっぱい飲んでんの？うんかね、たくさん飲んできなよ。いや、いいんだよ。あんたも飲んでんの？3、はい、1、2、3、4。おー、やっと間違えない。それ、青とピンク、どっちが多いですか？青。あ、そう。じゃあ、今度青数えるよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。バタース。余分に数えるな。3、はい、1、2、3、4、5、6、7。おー、よかった。3、はい、1、2、3、4、5、6。おー、よかった。おー、よかったぞ。今日ね、ちょっと先生、昨日ね、遠いとこ行ってきたもんで、元気ないもんでね。元気、元気。みんな元気ある？うん、あんまりない。あんまりない。そういう人はね、後でパワー入れてあげるから。アイス、やっぱりそれだと思う。後入れてほしいの？ここへこうやってやってね。もう溜まってる。もっと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 。よし、いいな、お前。何か、パワー入ったじゃないか。パワーもっともっと入れて。もうこれじゃパンクちゃん、ブカン。じゃあパンクちゃん、ブカンっていっちゃう。ここにいろんなのが隠れてますが、何が隠れてるか分かるか？何？あんたあくびしてる。あくびしてるとね、このボールがね、ボーンと飛んでるね。チョウチョウいる？ボールじゃなくて、これはチョウチョ。魚でしたね。他に何がいる？チョウチョ。トンボ。トンボがいる。ほら、トンボがいるね。チョウチョがいるね。なんだ？あ、ないのか。あ、ちょっとパワー抜くからね。プシュー。
それじゃこれじゃあここにあはいくつ3何だって3何だって3よく聞こえる何だって3だからいくつあるかって聞いて聞いてね3個じゃあちょっと数えてみるからねいいみんな元気あるうん、あんまりない。じゃあ子供はね、これ男の子はね、お尻から入れる。入れてあげるから入れるし。ほら。いいからいいから。あるあるある。あのそのある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 。あるの？あんたさっきあくびしてたでしょ。ちょっと。いらっしゃいパワー入れてあげる。いいの？八。何が？ちょっとパワーね。ちょっとちょっと。じゃあ行くぞ。三、はい、一、二、三。そんなパワーで先生を倒せると思うのか、お前たちは。三、はい、一、二、三、四。弱い弱い。三、はい、一、二。うるせえな。壊れちゃうじゃないの、先生がそんなことだったら。先生みたいに折れちゃう。そんなの、先生負けちゃうじゃない。先生負けたら教えられないでしょうが、もうちょっとパワー落としていいからね。わかった。あんまり大きな声。じゃあこれ。足のあ。あーやだー。うるさい。なんみたいになったの。足のあ。あーやだー。おー、うるさいだろう。じゃあここに何て字隠れてる？しそうだ、ムーンさん、しだじゃあ、その次行くぞ。雨の。目何目うるせえな、お前ら。目だ。じゃあ、目なんだって目もうちょっと小さい声でいいから、ね。今日は。でも、もうじき浜松祭りだもんな。浜松祭りになるとみんな大きな声出すからな。なんて字隠れてるって、じゃあ先生もう一曲出すからな。た、は、あ。あだもん、これ、あだもんで。は、あ、は。はじゃないもん、はじゃないもん。た、まだ、あんたたちまだあの、た、あんまり関係ないでしょ。違うのよ。愛よ、愛。もうそういうことやんない。愛って知ってるの？うん。ほんと？じゃあ行こうか、あ。でもこれでこんな速な、そんなでかい声出すとね、あと続かなくなる。やってみるか、あ。だんだん大きくなるんだもん。ああ。大きくなったでしょ。じゃあもっと大きくなるからな。ああ。それ一番大きい声。じゃあもっと大きくなるよ。ああ。まだ次があったの。こんな大きな字。どうするお前たち。できるか。ああ。いや、ちょっと何してるの。バリア、バリア。あ、前みたいに聞こえなくなるんだ。前、うるさいだもん、まあ、うるさい、うるさい、うるさい。前もしたよ。鼻にもやったよ、鼻にも。鼻からも声入ってくるもん。だから鼻あーってちょっと言ってみて。ちょっと聞こえる。じゃあ行こうか。じゃあ声出してよ。あ。声を出しなさい、ちゃんとしっかり。何も聞こえない、何も聞こえないよ。あ。あんた口パクでしょ。ん？口パク？大阪行ったらクビになるのよ。口パク？口パク？しっかりと声出しなさいって言ってる先生は。ああ！声出した？うん、うん、何にも聞こえないじゃない。だって耳やってるもん。あ？キッシュやってるからね。何？キッシュ！プ、プップ？違う、違う。キッシュ！キッシュ！かっこいいってかっこいい違う違う違うっしょ。あ、好きだ、僕の好きだってうん、いいよ。キッシュ何キッシュあキッシュ
いよ、しっかり声出しなさい。いい？あ！あ！あ！そんな声じゃからもっと大きい声で、あ！あ！あんた声出したの本当に。全然聞こえないじゃないの。あ！あ！斉藤君、これ持ってけ。いや。あんたの姉ちゃんうるさいら。いや。本当。本当。やめてこうから、もうこの勉強は。この前。棒。棒。縦棒。縦棒。ぐるっと曲がって。ぐるっと曲がって。あ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 んた無理するとさ、壊れちゃうから。ね。怖いな、あいつ。ね。じゃあ、ご準備では。じゃあ一回手を出してか。1、2、3。はい。手を挙げてみる。そう。で、まっさんげるの気持ちいいから。1、2、3。はい。ゲーじゃないわ。1、2、3。はい。僕ちょっとキャッチボールしたい。キャッチボール？二つあるのボール。え？二つあるの？おっぱいだって二つあるでしょ。行くよ。あら、あんな方へ飛んでちゃった。これ全然コーチ悪いね。お、あんたいい肩してるね。じゃあ行くよ。どこ行ってねー。ほっ。おー、あんな方へ飛んでっちゃった。投げてごらん。おー、戻ってきた。よーし。もう一回か。行くよ。ピチョー、振りかぶって、大級アップ。投げましょう。あ、まあいいか。ね、落ちてるの取って落ちてるもん。でもね、勉強中にね、あくびしてるとね、このボールボーンと飛んでるから気をつけなよ。あんたね、病気そうね。じゃあいくよ。ここに青はいくつありますか？3。何？3。3？ ああ、そうか。みんなで3個あるんだな。よし。これは何だかわかるか、これ。知らない。これね、字が隠れてるの。見せてあげようか。うん、わかった。なんて字だ？い。いが隠れてる。じゃあ、ここには何という字隠れてると思いますか？何？れ。うでした。ここには何という字が隠れてる？これわかるね、これね。えでした。え。じゃあ行くよ。あー。あー。みんな声出るようになった？あー。あー。いい。いい。いいよ、口をこう引っ張ってみるわ。いいさん、はい。いい。もっと口をこうやって引っ張って。いい。そうそうそう。いい。うぅー。おー。声を前出せ。おー。おー。よし、あんた大丈夫だ。一番長いのは？う。うが長い。いい、あー、えー、おー。うー。一番大きいのは？いい。一つだけ違うのは？え。何？え。これだけ色が違いますね。じゃあ行こうか。あいうえおさん、はい。ドレミファソ。音楽みたいだな。じゃあここに丸はいくつあるかわかります？これ。一つ。ヒントあげようか。全部でだよ。ここにあるでしょ。全部で丸はいくつでしょうね、これ。全部で全部で。3個、3個。3個ばかりじゃないよ。だってこれだけで、これだけで。6! 何？ 6! よし。BW の人は、1、2、3、4、5って数えるの。いい？ね。でも赤ちゃんも違うの。あんた赤ちゃん、あんた可愛いね。まだ余裕十分残ってるじゃない。そう。じゃあ桜さんのように赤ちゃんの人は一つって言えばいいから。思った？ビーダムの人違うんだよ。1、2っていくんだぞ。3、はい、はい、ね、あんたそれ大人っぽすぎるじゃないの。あんた赤ちゃんでしょ。ちゃんと赤ちゃんっぽくいなさい。あんたいいね。3、はい、はい、ね。あんまでかい声出すと壊れるね。僕はモーツァルトしか聞いてないんだから。3、はい、はい、ギャー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 じゃない。今のこと面白いね。ギャー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 だって。本当にそこ出るの？あ、そう。あとギャーギャーでもいいよ。3、はい、ヘイ、ね、3、4、5、6だ。ここに三角がいくつありますか？6じゃない。じゃあ行こうか。3、はい、ヘイ、ね、3、4、5、6。伊藤さん大丈夫？お、声怖い？それじゃあ皆様。
少し声を小さくしましょう。9 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 9
そうでない人は普通の声でいくよ。1、2って言ってみよう。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ごめんね。10、11、12、13、14、15。これで1、2、3、4、5で、こっちで9だな。よし。これまた三角たくさんあるね、これ。11個。これ、まあ数えてみよう。3、はい。10、10、10、10。おっぱい飲んでる。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これで6個で4個。そうだね。10個ですね。よし。10個だよ。いいんだよ。10個。この話はね、ちょっと、すごく感動的な話だからね。この話を聞くときはね。ドラえもん？違う。ハンカチが必要なの。これってなんかね、伸びたみたい。伸びたみたい？でも違うの。みんなハンカチ用意しといた方がいいよ。投げてくるから。すごい悲しい話。うん、ハンカチ貸してあげようか？いや。嘘。先生のマザーテレサどこ行った？マザーテレサって人知ってる？マザーテレサさんね。これね、マザーテレサハンカチって言うんだよ。こうでしょ？ね？おばあちゃんに。マザーテレサ。おばあちゃん、天国いいとこ？いえ！ほら！こうか。いえ！いえ！ほんと？おじいちゃん、おばあちゃんだ。子供たちに何か一言。いえ！ね？マザーテレサ。ああ、見えちゃった。すごく悲しい話だから、みんなハンカチ用意しといてよ。投げてくるから。本当だよ。弟がね、病気になっちゃったの。ね。で、お兄ちゃんがね、大変心配しました。そして、お兄ちゃんが神様のところに来たの。神様、どうか、弟の病気を治してください。このままで弟が、天国行ってしまいます。するとね、星がね、ピカピカピカって光ってね、神様がね、現れた。ビャーン、見た。それで神様がね、お兄ちゃんに言ったの。よし、あなたの弟の病気を治してあげようって。その代わり、三つの言葉を覚えなさいよって。わかった？覚えるんだよ。うん、いいね、うん。まず、朝の神様が来たら、Good morning! 言ってごらん。Good morning! もっとお口をとがらかして、Good morning! Good morning! わかったか？お昼の神様が来たら、Good afternoon!言ってごらん。Good afternoon! 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 わかった？そして、夜の神様が来たら、いい？これはしっかりと言わなきゃ。眠そうな声で言っちゃダメよ。Good evening! 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 と言いなさい。と言って神様が消えていきました。いいこと？さあ、いよいよ本番ですよ。朝の神様です。なんて言いますか？何？グッドモーニング。 OK。 お昼の神様です。さあ、なんて言いますか？グッド、ん？イブン。お昼の神様だよ。はい、言いなさい。早く言いなさい。なんだ？忘れたの？イブニー。それ夜だ。もう忘れたの？それじゃダメだよ。で、お兄ちゃんがまた神様のところに来て、神様、忘れちゃった。もう一回教えてくださいって言ったの。そしたら神様がね、またビャンと現れて、うるせえやっちゃな、お前一回覚えろって言って神様怒ったのね。いいか、もう一回言うから、しっかりと聞け。いいな、朝の神様は、グッドモーニング言ってごらん。グッドモーニング。もう特徴とからかして、グッドモーニング。グッドモーニング。もう忘れんじゃねえぞ。昼はだな、昼。よく覚えとけ。グッドアフタヌーン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 。もう忘れんじゃない。わかったな。そして夜の神様だよ。Good evening! Good evening! ああ、Good evening! Good evening! わかったな、うん。と言って神様は消えて行かれました。さあ、朝の神様です。なんて言うの？ Good morning! OK! お昼の神様です。Good evening! Good evening! それ夜だったの。昼の神様は、忘れたの？ああ、仏の顔もさんのまねよ、あんたたち。神様。あ、仏様になっちゃった。
忘れちゃった。すると神様が現れてこうおっしゃいました。うるせえな本当にもう一回でこれで言っただろ本当に、二回も聞きやがって、今度三回目だろが、しっかり覚えろお前ら、いいな。朝はグッドアフタヌーンじゃなかった、グッドモーニングで言ってみろ。グッドモーニング、グッドモーニング、グッドモーニング、もう忘れんな、こっちは理想人だ、いいな。昼はだよ、もう忘れんじゃねえぞ、グッドアフタヌーン、グッドアフタヌーン、ああ始まり、グッドアフタヌーン、グッドアフタヌーン、もう忘れんなよ本当に。いや休んでんだからな今日は、いいな。もう振り返り切ったろうが。そして夜はだな、グッドイーブニング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 、忘れんじゃねえと言って神様は消えて行かれました。いい、いい。グッドモーニング。じゃあ朝の神様なんて言うんだ。グッドモーニング。何？グッドモーニング。何だっけ？グッドモーニング。オッケー。グラスタヌーン。お昼は？グラスタヌーン。何だって？グラスタヌーン。何だって？グラスタヌーン。何だって？グラスタヌーン。オッケー、合格。いよいよ夜の神様ですよ。なんていうの？グラスタイブニング。おお、2つもつなげてくれたか。でも一つだけでいいんだよ。なんだ言う夜、夜は。夜はなんて言うの？グラスト。それはお昼でしょうが。夜はなんて言うの？忘れちゃった。また忘れたの。こらもう嫌なの。で、またお兄ちゃん、神様のとこ来たのよ、もう。神様、え、どうかお許しください。もう一度だけ教えてください。ほんとね、また星がピカピカピカって光ってね、神様出てきてね、うるせえやっちゃな、なんか教えたら分かるの、お前ら一回ところで言ってたのか、もう今日休みなんだよな、ほんとに夜忘れちゃった。日曜日休みだけどな、夜忘れちゃった。夜ほんとにもう一回言うからよく聞いとるよ、いいな、もう寄せんぞ、ほんとに朝はグッドモーニング、グッドモーニング、もう忘れんねよ。お昼はグッドアフタヌーン、グッド、夜はグッドイーブニング、グッドイーブニング、分かったか、本当にうるせえ、もう来るなと言って神様は消えて行かれました。いいね。じゃあ朝の神様だよ、なんていうの？グッモーニング、何？グッモーニング、何？グッモーニング、何だって？グッモーニング、よしよし。じゃあお昼はグラスタヌーン、何？グラスタヌーン、すごいだね、グラフタヌーン、いよいよ夜ですよ、イーブニング、大丈夫、何だって夜は、イーブニング、何？イーブニング、グッモーニング、グッドイーブニング、オッケー、やっと言えた。すると弟の病気はバンと治ってしまって、わーい、僕は元気になったぞーって、よかったね、涙が出てくるだろこの話、感動的で深い兄弟愛の話ですよ、わかる、わかる、あんたと兄ちゃん仲良くしなよ、そう、これ怖いからやめよう、幽霊の話聞きたいの、うん、幽霊だよ、いいな、幽霊になんなくないよ、見たい、見たくない人もいるもん、見たい、幽霊だもん、見たい、じゃあだったら見たかったら心偽っちゃダメよ、見たいってごらん、見たい、手出してごらん、見たい、そうそうそう、で心をうわーっとあの開くのよ、開く、わかるか、意外よ、見たい、見たい、見たい、うん、怖いよ、見たい、見たい、夜寝れなくなるよ、いいの、うん、これやっぱだって今すぐ忘れちゃう、教えていいこととさ悪いこととあるもんで、やっぱり教育的にこう問題があるんだよ、それあんた危ないやん、た私介護度だよね、介護度いちつくぞって言ってると、見たい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 、じゃあ見せてあげるけども怖がっちゃダメよ、ね、幽霊のお母さんと幽霊の子供がいたの、女の子、幽霊と幽霊、これ幽霊なの、これ幽霊のお母さんで2人で子供がこう言ったの、お母さん早く出たいわ、まだダメよ、まだ9時でしょ、私たちはね12時にならないと出られないのよ、早く出たいわお母さん、お母さんまだダメ、
まだダメよ。まだ11時でしょ。私たちは幽霊なのよ。人間をどかすのが仕事なんだから。わかった？まだ出ちゃダメよ。お母さん、12時になったわ。そうね。そろそろ出ましょうか。いいこと？人間を思いっきり脅かしてあげるのよ。わかったわ。いいこと？心を込めて言いなさい。手を出してごらん。出し方は問題なのよ。元気っぽく出しちゃダメなの。これ幽霊ってね、元気ないんだから。こうしちゃって腕目をトロンとして、そして捨てられた女の恨みをいっぱい頭に描くのよ。こんばんは。それじゃダメよ。それはあんた日本映画だよ。心から演ずるの、心から本当に怖がっていい？こんばんは。行ってごらんさん。はい、こんばんは。もっと声震わせて。ここら入ってない。こんばんはさん。はい、こんばんは。だいぶ上手くなった。いいか、心から演ずるの。いいね。目をかけて、こう相手を睨むのよ。いいか、笑っちゃダメよ。笑っちゃいいね。幽霊なんだから。こんばんは。やってごらん。こんばんは。よし、それでいけ。さあ、皆さんは柳の木の下に立っています。これを幽霊のお母さんと女の子が立ってたの。そしたら向こうの方からね、酔っ払ったおじさんがね、ふら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 とね帰ってきたのよ。先生が123って言ったら脅かすんだぞ。いいな。おじさんが酔っ払ってきたぞ。ドドイツ12の3。おじさんでびっくりしてね、逃げてったって。よかったね。怖かったでしょ。怖くなかった。怖くなかった。うるさー。面白い。あんたおかしいこと。こんな子は面白かった。面白い。笑っちゃダメよ。バケのやつもずっと笑っちゃった。笑っちゃったの？ずっと笑った。それあんた腹の中に笑い虫いるからよ。これグズグズ虫食べる？食べてこれ食べたらグズグズマになっちゃうんだよ。嫌だ。いいじゃん。これ泣き虫食べてみる？食べて。いいの？泣き虫いる人手挙げてごらん。おいていつも泣いてる人。あんた泣いてるの？ねえ、じゃあ泣き虫出しない。あんた食べてみるか？おいしい？これ笑い虫。食べて。笑い虫あそこにいるんだな、いっぱい。わあ、わあ。勉強好き好きお利口虫。あ、じゃあ食べて。食べたい？食べよ。みんな口開けてごらん。ああ。先生が食べて。あ、僕が食べる？勉強好き好きお利口虫。おいしい。皆さん、あなた背中が曲がってらっしゃるんじゃありませんか。いいですね。こんにちはさん。はい、こんにちは。おいしい。口開けてごらん。あーして、じゃあ鼻から入れてあげる。今度声出してごらん。いい声出るから。こんにちは。こんにちは。ウェーじゃないわ。こんにちは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 。これはなんだ？おお。じゃあね、馬でした。そんな。
これはなんだ。や。やじゃない。やじゃない。ハケでした。は？これはなんだ。信号。巣でしょうが。信号でした。もう先を読んだな、お前たち。これはなんだ。道路。これはなんだ。道路。バイクでした。これはなんだ。馬。これ難しいからな。は。は。これはね、息をたくさん出すの。は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 。そう。は。は。でもね、これが嫌な音。これがね、何になるか。ば。じゃあちょっと、これね。ば。僕の方向かないで向こうやって向いてよ、いや向こう向いて、向こう向いて、いや向こう向いて、分かった、いい、いいよ、いいよ、パパ、おー危ない、ピタピタっとかかったぞ、パパパパパ、もっと強く、パパパパ、やったパパ、でもね、もっと嫌なの、これなの、ば、むー、待ってやる、ばばばばぶじゃねえわ、ばぶだ、くせえな、これはなんだ、ももか、まこれはなんだ、あこれあるか、めめか、まはないの、まめ、これはなんだ、おこの字ないな、これはおこれはこれはなんだ、まあ、こんな字ないな、全部怖いんだけど、怖いめっちゃ怖い、ね、さっきの字一番最後怖い、あの目、うん、あ、そう、じゃあ来週うんつそういうのたくさん作ってきてあげるあなたが怖いなら大歓迎、あんた幽霊怖くなるのにこんな怖いの、うん、うん、そう、あ、幽霊だけは大好き、幽霊大好きなの、うん、私幽霊大好き。あんた好き？幽霊。幽霊で一番大好き。私も一番大好き。幽霊。世界大好き。何？今日ね、音を出したんだけどね。ね？今日挨拶の日なんだけどさ。うん。ね？ご飯食べるもなんていうか知ってる？うん。いや、アバイじゃないよ。ご飯を食べる前はいただきます。言える？言ってごらん。うん？聞こえた？聞こえた。みんな言ってごらん。いただきます。聞こえた。いただきます。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ごちそうさま。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おかえりなさい。おかえりなさい。おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます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 。言える？うん。言ってごらん。うん。ありがとうございます。うん。ありがとうございます。ちょっとおかしいね、ありがとうございます、言ってごらん、もういいな、ね、あんた帰るだもんな、今聞こえた、よしよし、聞こえた、そう、ね、ありがとうって聞こえたな、何こんな感じで下手くそなじゃん、一人いる、本当、うん、誰何？林ひろし君？うん。林ひろし君どっかで聞いたの？自分。あ、僕？先生。僕？うん。まあ、変になっちゃうな。僕は先生だろうが。よし、こんな難しいもんで。いつもこうなるもん。本当？うん。じゃあ聞くけどね、これ難しいんだよ。はた。お兄ちゃんたちの勉強だもん。あ、これラッキー。ラッキー？ここね、番がちょっと書いてあるんだけど、1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番とありますが、一つだけ、一組だけね、同じのがあるの。どれとどれが同じかっていうの。ボール飛んでいくぞ。7と1だってみんなそう言ってる。じゃあ見てみるか。1。これ7これ、うん、これとこれ同じだね。よし。じゃあ今度これ、いい？キャッチボールするか。あ、魚だから魚が入る。ケロちゃんもね、え？魚だから魚が入る。おい、ケロ。寝
寝ちゃって。え？魚？どこ？魚？行くぞ。ボール行くぞ。行くか？ちょうだいこっち来て。こっちこっち。こっちこっちでちょうだいよ。おお、言えるぞ。こっち来て。こっち。ふう。あんまりこっち来ない。さあ、持ち巻きのもちょっと違うんだよ。よし。いや。伝えちゃった。喋ったか。この中に同じ魚が1,2,3,4,5,6,7 とありますが、この中で同じ魚はどれでしょうか。1だが。え ?1 だが。もうわかった？違うよ。1と5同じ、1と5同じじゃないよ、これ。4。4。え ?1 と4。1と 4? 1と4これ違うんだよ、これ。1、これ。頭が緑と赤だもん。どれとどれが同じでしょう。2と4。え ?2 と4。違う。じゃあ教えてくれるでしょ、手が違うの。だって、じゃあ斉藤君教えて、どれ ?3 と5。3と 5?3 と、正解。みんな手叩いてあげて。うわ、すごいな。じゃあ今度数字だぞ。この中で同じ数字があるんだけど、よく見て。どれとどれかっていうの。誰か分かる人、いや教えてくれる人、教えてくれる人、右の上、右の上と僕後ろに右の上、右の上、右のこれ5、6、7、うん、違う、それとは1個下これ7、6、5だもん、うん、これは5、6、7で、これは7、6、5、6、7と下これ違う、上上左これうん、それこれとどれが同じなの、それと5、6、7、これと567と5、これは576だもん。そうか。これは576でしょ。こっちは567だもん。あ、そうした。鈴木さん、鈴木さんどれ？下。右の。右の。左の三番目。ちょっと待って、待って、鈴木さんに聞いてみる。どれ？右の上から三番目。すごいロジカルだ。1、2、3。そこでと？それ。どれ？左の上から2番目これ576、ああ素晴らしい、みんな手叩いてあげて。じゃあ今度これどれかがね同じなの。1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 どれだろうに、はい、1番と2番、1番と2番、やめた方がいい。1番と2番やめた方がいい。赤2つあるもん。赤2つある。これ赤、1番と2番違うもん。こっちは黄が2つあるもん。あ、どれ？2と5。ん？2と5。2と5？青がない方に。2と5。2と5違うよ。これ5は青があるけど、こっちは青ないもん。さあ、どれでしょう。4と5。何？4と5。4と5、これ、うん、正解。誰が4と5言った人、うん、誰か言ったじゃないの。あなた、うん、OK、ムーンさん4と5言った。いいか、キーキー青赤、キーキー青赤、正解。みんな手叩いてあげて。最後飾ったぞ、お前。あ、もう1枚あったんだ。これがね、今度はいいか、よく見ててよ。それって何？旗があったの、旗が。見た、うん、見た、うん、見た、よく見た方がいいよ、これ。見た、よく見ておいてよ。これ閉まっちゃう、先生ね、まあ、閉まっちゃまずいかな。信号って見たことある？うん、見たことある。あら、赤がどっちになるか知ってるか。こっちだよな。あ、赤は止まる。いや、まあ、赤が止まるんだけど。じゃあ真ん中は何色？黄色。じゃあこっちは青。緑。あんたのシャツ赤だね。青じゃなくて緑。緑がね、青ばかりになってる。昔はあの色をね、青言ったの、日本人は。もういいんだよ。今のさっき見た旗どれだった？はい。覚えてた？はい。伊藤さんわかる？はい。はい。はい。1、2、番号つけとこうか。1,2,3,4,5,6,7,8,9。わかる？伊藤さん。何番？2番。本当？よくわかったね。先生ちょっと邪魔したんだけど。
2回。正解、ムヨさん正解、みんな手伝いであげてよ。覚えたなんか先生からすぐ忘れちゃう。全然だ、全然だ。ケロ、みんなすごいね。の、うん、先生すぐ忘れちゃうよ。うん、うん、うん、じいちゃんだから。うん、まあそれ言っちゃおしまいよ、あんた。な、みんなにさよならって言える？うん、言ってごらん。うん、あわよじゃないって言ったでしょ。それは悪い言葉なの。な、さようならっていうの。あわよ。それはダメなの。分かった？みんな言える？さようなら。さようなら。上手じゃない。さようなら。さようなら。ケルちゃん言ってみな。何？聞こえないよ、みんな。あわよって聞こえた。あわよって聞こえた？あんたあわよ言ったの？しゃれちゃな、お前は。ねえ、さようなら。さようなら。言える？よし。じゃあおしまい。だってね、小さい声でなんかあわよってちょっと聞こえたもん。って言ったな。